やっぱり何年か空けると1年に10本も15本も撮ってる時と違って、4年も5年も行くんかなんか出るのが6年目でしょ。6年目って言うとやっぱり選びますよね。まあ、監督も同じだと思うんですけど、やっぱ、納得できないものは出せないっていう。残された時間みたいなことを、だからまだ三上ちゃんなんかそこまでいかない、考えがいかないんだよね。ある年齢になってくると考えますよね。それはやっぱり両親と別れたりさ、いろんな人と別れるじゃないの。そういうのが重なっていくと、やっぱり人の命っていうのはどう努力したって限りがあるっていうことを意識するようになるよね。密着取材の最中、これまで多くを語らなかった自らの人生についてロングインタビューに応じました。語り始めたのは生まれ育った九州の炭鉱町の情景でした。一年に何回も死体を見ましたよ。学校行くとき真剣化で、昨日ここで喧嘩があったってむしろかけられてね。大体盆踊りとか夏になると大体必ず1回や2回は死体を見たね。だから、非常に気荒い地域っていうのは、その炭鉱で働くために地方から流れてきた人たちがいっぱいいたっていうことでしょうね。炭鉱の風呂に入りに、みんなと一緒に入りたくて行ったら汚くてね、それ汚いよね。真っ黒になったらみんな入るんだから、お風呂にいつも怒られてた、絶対行っちゃいけない。その中で目開けてこの金玉つかみとかやってたな。もう無茶苦茶だよ。それはもう本当に汚いの、子供だか分かんないから、みんなと一緒に入りたいっていう、いつもみんなと一緒に行動したいっていうね。何でも一緒ですよ、あの時ね。ちょっと NHK じゃ言えないようなことばっかりでも教わったよ。